ました。心境っていうタイトルで作りました。新しい響きっていうふうに今のところ書いてるんですけど、これからどんどん漢字をいろいろやっていこうと思ってます。今回はサチマンフライデークラが俺いるからやる、はい、今日出たサチとマンフライデー、あと今日は出なかったんですけど、クララっていうかっこいいバンド、一応3バンドのインタビューが、載ってます。で、結構最近に撮ったものなんで、バンドの近況報告とか、まあ、サチに関しては全く情報がないと思ってる人が多いんじゃないかと思うんで、いい機会だと思って読んでみてください。あと、皆さんももう結構ご利用した人もいると思うんですけど、トレード、まあトレードっていうあれですけど、まあ自分で値段つけて売っても構わないしっていう感じでやってまして、終わってからも多少時間があると思うんで、僕らで一個機材片付けなきゃいけないんでガチャガチャやってますけど、まあ端っこ使ってもらって、まあ、あのバンドの人に話しかけるなり、まあ、好きなレコードがあったら買ってみたりとか、いろいろやってください。まあ、水ラブ、まあ、次はそんな人との距離を縮めないような頑張ったらいいかな。
の、黒銀のやつはですね、ちょっとアイロンした方がいいと思います。下と間違いました。まあ、彼いろいろこう難しそうなことをいろいろ言ってたんですけど、まあ、別に僕らもすごい難しいことを彼からといっぱい話したわけじゃなくて、まあ上の話を結構したいというのが一番強いです。今日も電車で乗ってきて、多摩センター駅で、ピューロランドが見えたらボーカルの彼は発狂しました。俺たちは行かなければならないっていうふうに言ってました。それでも、まあ、ちょっとそれは無理だって言って、中に何があるんだっつって、で京王線にこうキティちゃんのシールが貼ってあったね。アリがいっぱいいるって言ったらマジかよってことになって、絶対生きてっていくらだって言って3000円だって言ったらじゃあダメだってことになって、まあそんなことで彼はすごい。あと僕らのスーパー
けど、心境は一人で出してくれる人は、10冊から1冊100円で下ろして、CD も5枚で、1枚あたり800円で下ろしてます。